人に好かれる会話の秘訣。外見を褒めるとモテないし、むしろ嫌われる。じゃあどうしたらいいのかというと、まずは第三者を褒めましょう。自発的特徴変換といって、第三者を褒めると、その印象が自分に乗っかるわけなんですよね。例えば、僕と皆さんが初めて会いましたと、大之助がその辺にいる A さんのことを言います。で、A さんって、すごい優しくて、ユーモアセンスがあって、 運動もできて素晴らしい人だよねっていうふうに僕が A さんのことを褒めちぎったら皆さんは僕が A さんのことを褒めた優しくてユーモアセンスがあって賢くて運動ができるっていうような印象を僕に抱いちゃうわけなんですよね。 でその逆もしかりで僕が A さんの悪口ばっかり言っているとあいつって口が臭いし不潔だし頭悪いし自分のことばっかり考えているなんかセクハラばっかりするやつだよなっていうふうに言ったら皆さんは僕のことを A さんに言ってた悪口と同じ内容大之助は不潔でセクハラばっかりする頭が悪い自己中心的な人間っていうふうに思うわけなんですよね思っちゃうわけなんですよだから日頃から人の悪口ばっかり言ってたら僕たちは知らぬうちに自分の評価を下げているわけなんですよねで他にも 人間の真相心理を一発で見抜く質問としてあの通行人の人ってあの通行人ってどんな性格だと思うっていうふうに僕たちの全く関係のない第三者にサラリーマンでもあの女子高生でも誰でもいいんですけど指さして、まあ、あんまり人に指さすのよくないですけど聞いてみたら相手は結局自分と似た人間のことを好きになる性質があるし自分の真相心理で思っていることが口に出ちゃうわけなんですよね。だから、 皆さんが僕に対してあの人の性格どんな人間だと思うっていうふうに聞いて僕があの人は一見優しそうに見えてなんか腹黒そうだよねっていうふうに言ったら僕は一見優しいように振る舞うけど実はモラハラ人間とかあの腹黒い可能性が非常に高いわけなんですよね。その一方であの自分が思っていることがあの自分の本性は他の人を思っているに違いないっていうふうに人間は思っちゃうからね。でその逆もしっかりで皆さんがあの人のことをどう思うっていうふうに誰かに聞いた時に。 あの人はなんか一生懸命で努力家で優しい人だと思うよっていう風に言ってたらその人はあの努力家で優しくて一生懸命な人の可能性が高いということなんですよね。なんか人間の深層心理って面白いですよね。